はい、どうも皆様お世話になっております。マッキーな YouTube の時間です。なんでそんな色っぽい。はい、はい、こんにちは、マッキーなのうたです。はい、どうもマッキーな近藤です。はい、いや社長、色っぽかったですね。ちょっとね、ちょっと気持ち悪かったです。びっくりした。ううう言うてるから。これマイク入ってるんですかね、ちょっとよくわからないですけど。入ってると思うよ。入ってますか。集音マイクさ。あ、そうですか。手元についてる。あ、ほんまですか。まあまあね。まあまあ、マインドながらネタもなく、うん、はい、うんうん、まあちょっとアドリブかましたんですけど、うん、はい。すみません、ちょっとね、見ている皆様に不快感を与えたら、申し訳ございません。申し訳ございません。こんな感じで今日もやっていきたいと思いますが、はい、はい、ね、今日は4月の2日ですけども、うん、もう本当ね、4月入ったね、入りましたね、うん、ようやくね、こう暖かくなってきてね、その、ほんまやわ、ね、その周辺の桜もね、ちょっとようやくこう咲き出して、ね、ちょっと咲いてきたね、そうですね、うん、ただまあなんか明日からまた雨、うん、週末も雨、うん、みたいな感じなんですけど、そんな感じやね、はい、まるで僕の心のような感じ。うわー、うまいこと言うたやん。どうした今日、今日はこんなキャラ、今日はこんなキャラでね、うん、はい、行きたいと思うんですけども。はい、でね、はい、まあ、4月入って、まあ、まあ新年度という形でね、うん、はいはい、本当にね、マキナも新しい年度始まりましたが、うん、ね、4月はちょっとね、まあいろいろまたね、お客様の方にね、愛車の方をやるような形なんですけども、うんうんうん、ちょっとね、またキャンペーン等をね、うん、はい、ちょっとやろうと思っておりますので、ちょっとご説明の方をお願いします。はい、はい、まずもう昨日から、4月1日からね、まあ、4月の30までの1ヶ月ですね、4月1ヶ月でアバルト中心の、まあ、メンテナンスフェアをしようと思ってます、はい、でマッキナではね、いつもまあ、YouTube の動画とかで、皆さんのカスタムはものすごく紹介させていただいてるんですけど、まあ、メンテナンスに関してはあんまり紹介してないんですよね。そうですね、まあ、オイル交換とかぐらいなんですかね、うんうんうん、でそのマッキナってメンテナンスやってるのかと、はいはい、やってるんですよ。そうですね、うん、その動画で特にそれをね、集中して撮るとかは今まで、うん、まあね、なかったんですけどね、はいはい、まあ普段のオイル交換でブレーキオイル交換、クーラント交換、ミッションオイル交換、はい、で車検までやってるんですよ。そうですね、うん、はい、本当に皆さんのね、なんていうんやろ、愛車のその普段のメンテナンス関係も全部やってる店なんですよね、はい、でまあそういうのがなかなかこうやっぱり動画では伝わってないのでね、当然撮ってないので、そうですね、うん、まあそんなんもありまして、はい、でまあもう一つはそのアバルトもね、今の新車販売がまあ今年終わると、でこれからまあ中古車なんかでね、いろいろその長く乗っていただくために、うん、まあ、メンテナンスっていうのは絶対必要なん で、 そ う、 で、ね、まあ、そういう意味もあって、はい、この4月1ヶ月とりあえずメンテナンスフェアというのをしてみようというのから始まってます、はい、で、まあ、いつも のアッソさんとかアルバートリックさんとかね、協力していただいて、今ねここら辺置いてるんですけど、実はこれマキナでもね、動画で出てくるBMC の OTA のカーボンインテークの中のフィルターなんですよ、はい、なかなかこんなん見ることない、ね、見ることないよね、はい、でマキナではもう何十台付けさせていただいてるかわからないぐらいこの BMC OTA 付けさせていただいてるんですけども、はい、まあこのフィルターを交換したことっていうのはまだほぼないんですよ ね、 はい、まあそんな形なので、ぜひね、まあ、こういう機会にこういうものも特化を出すので、視野に入れていただけたらいいなと思いますね、はい、で同じフィルターでもこちらが純正のエアクリーナーボックスに入ってる、まあ純正交換エアフィルターです。これもまあ BMC から出てますんでね、こういうものも、きっちり特化でね交換をします。でブレーキ周りですね、これアッソさんの、低ダストパッドなんですけど、はい、まあ、ブレーキってやっぱりすごい大事なので、まあ、パッドが減ってる方も多いし、車検の時とかチェックするとローターがね結構減って波打ってる方も多いので、まあ、そういうローター類でブレーキホースですよね、はい、ノーマルの、ゴムのブレーキホース、うん、油圧なんでブレーキ踏んだらね、このブレーキパッドがこうギュッと、縮まって、
ローターを掴むんですけど、そのブレーキホースが劣化してるとやっぱりあの膨張とかしてね、うん、あのなかなかそのタッチが悪いので、まあ、この機械に例えばステンレスメッシュ あの膨張しないホースがあるんですけどね、まあ、そういうものに変えたりとか、まあ、いろいろこうやり方はあるんですけど、いろんなその皆さんの愛車を長く使っていただくためにね、まあ、そういうものをご提案していけたらなと、で全て特化でさせていただけたらなと思うんですよ ね、 そうですね。で、まあ、こういうねブレーキのパッド交換とホース交換やって、うん、でその常にまあ一緒にねブレーキオイルも、ね、そうブレーキオイルも、ね、交換してっていう、うん、まあ、一連の流れがありますからね。そうですね、はい、だからまあ今のところその車検の時ぐらいしかあまりこうご提案できなかったことをちょっとまあ皆さん あの愛車をねこうチェックさせていただいて、まあこういうものまでね全てあのご提案させていただけたらななんて思うので、こういうまあ特化の時にねあのぜひご利用いただいたらと思うので、はい、これを一応4月30日までで一回区切ってねあのさせていただくので、またご興味ある方はぜひご連絡ください。そうですね、4月30日までのご予約の方という形で、もしかしたらあの作業はまあね、5月ちょっと入り込むとかあるかもしれませんが、そうやね、うん、4月の中旬までが結構今もう予約がかなり多いので、まあ、今ねあのご予約いただいてもまあ4月後半以降のね作業にはなるんですけど、はい、はい、そういう形でちょっとお考えいただけたらと思います。はい、ではまあこれもね、皆さんの愛車をね、長く乗っていただくためにね必要なものですので、うん、その通りです、はい、よろしくお願いいたしますということで、はい、はい、お願いします、はい、でですね、ちょっとまあ先にはなるんですが、はい、またうん、4月の20日土曜21日曜日に、はい、ちょっとプチイベント、そうなんですよ、はい、まあ末期なが特約店になってる、メイドインジャパンのメインのメーカーのねホイール合同フェアをします、はい、で具体的にはワーク、レイズ、スーパースターですね、この3社の、ホイールの、まあ、新作の展示会みたいな感じでね、はいはいはい、合同フェアをするので、また外にテントを張ってねずらーっと新作を各社並べてもらうと、でまあもちろん特価も出しますし、現物があるので、愛車の横にね、並べさせていただいたらイメージがこうもうバーンと分かるわけですよ、うんうん、ね、頭の中の想像じゃなくて ね、 そうですね、やっぱり横に並べてもう一気にイメージが湧くので、はいはい、まあ、そんなんもあるのでねご検討いただいたらと、はい、ちょうど春からねいろいろこう愛車をかっこよくしたいというね、うん、方もすごい多いと思うので、そうですね、うん、はい、こんな機会を逃さず、はいはい、ね、今ねちょっといろいろ考えてるからどうしよう、どんなホイールがいいかなと思ってる方はね、うん、ぜひ来ていただいて、はい、ね、実際に見てで決めていっていただければと、その通りです、はい、思っておりますので、はい、まあね、これまだ4月最初の YouTube なんで、うん、また今後ね、近くなってきたらもうちょっと詳細というか、うんうんうん、ね、まだそれをお知らせできたらなと、はい、思っております、はい、そうですね、はい、はい、そんな風に思っております、まあ、はい、そんな風に思っており次第で、はい、あ、同じこと言うたね、はい、はい、まあそんな感じでですね、はい、はい、まあ、4月はですねこの、メンテナンスキャンペーンと、うん、ホイールのね合同フェアという形で、はい、はい、プラス、まあ、日々の、作業もきっちりやらせていただきますので、うん、はい、はい、でまあ、今年度もまあ、よろしくお願いしますということで、はい、よろしくお願いします、はいはい、ということでですね、はい、社長今ね、このカメラね、三脚とかじゃなくて今手で持ってるでプルプル震えてきたんやろもうね、もうちょっと限界近いんでそろそろ日々の動画行ってもらってよろしいでしょうか。はい、はい、今日はね先週の YouTube でなんだイベントのねはい、動画の、まあ、YouTube をねさせていただいたのでちょっと日々の動画が溜まってますんでね、はい、約10日から2週間分、ね、多分あると思うんですけどね、はい、この後チェックしてみてください。はい、はい、それでは今日の動画スタート。はい、こちらはいつもカスタムしていただきます K 様のアバルト595のコンペティショーネになります。今回は足回りのね交換ということでご予約いただいてたのがこちら、HKS のビーツ R、 こちらの車庫帳をご予約をいただいておりました。
ビーツの R になりますとね、さらに本格的になりまして、こちらのキャンバー調整機能がついたアッパーマウント、ピロアッパーマウントなんですけども、このキャンバーをね、調整できるのはもちろん、キャスターもね変えれるというね、アッパーマウントがこれ二重になってます。この下側の黒い土台、ここを動かすことでキャスター角も変えれるというかなり本格的な仕様です。でバネレートもかなりもう、サーキット用ということで普通のビーツとはね、かなり違って、硬いねバネレートになっていると、まあ、こういう、車庫状のキットになります。はい、ケイ様ねいつもまああのサーキット走行を、楽しまれているので、こちらの、選択になったということですね。はい、それではやっていきます。はい、アバルト595に HKS のビーツ R 車庫調装着完了です。まずねこういう食のケース、前兆調整式のケース自体は、一般的なねビーツと同じような、前兆調整式の構造になってるんですけども、バネレートがまあ非常に高い、バネに HKSR の160ってね書いてるんですけど、これはまあ16キロの意味ですね。で上側に黒いヘルパースプリングがいまして、ピローアッパーマウントを持ってまあ、このアッパーマウントは二重の構造になってまして、キャンバーとキャスターまで、微調整ができるというこういう構造です。で HKS は倒立ショックなので、減衰調整はこちらの下、ショックの下ですね、このドライブシャフトブーツの上、ここに、手を入れて回すというね、ちょっと調整はまあしにくいんですけどこういう構造になってます。でリアは一般的なビーツとね同じショックでして、こちらの、ホイールのスポークから手を入れてね減衰調整ができるというこういう仕組みです。でこちらのバネレートの高い、スプリングとセットというねこういう形です。いつもの HKS のバンプラバー、純正をカットして専用のバンプラバーを組み込むというねこういう内容の構成になっております。はい、では、ホイールをつけて設置させて試運転で、ちょっとねアライメントも狂ってますんでそこら辺の微調整という形になります。はい、K 様のアバルト595のコンビティセオーネ、HKS の R 車庫調装着完了しました。はい、今ね試運転まで済ましまして、R のねポテンシャルを感じてこれました。でそのバネレートがね前後ともまあ一般的な、アバルト車庫調に比べてね圧倒的に硬いんですけども、なぜかね乗り心地はそんなに悪くないんですよね。すごくまあショックと、バネレートのね、バランスがいいのかなと、まあそういうふうに思います。で当然ねあのサーキットではね、ポテンシャルを、発揮すると思いますのでね、まあ本当に今後の、走行会が楽しみだなというふうに思います。はい、 K 様こちらの、リフレッシュしたね足回りで今後のねサーキット走行をどんどん楽しんでください。いつもご依頼ありがとうございます。また今後もよろしくお願いいたします。はい、こちらは、新規ご依頼いただきました M 様のアバルト695のトリビュートフェラーリになります。多数ねご予約をいただいておりまして、今回はそれらの取り付けプランということで装着する部品がこちら、マッキナのねボディキット、こちらとオーバーフェンダーまでね装着させていただくので、オーバーフェンダー用の、マキナ1000倍のレイズ TE37 こちらの17インチの 8.5J ですね、こういう内容になります。で、まず下回りのスポイラー、フロントリップとサイドフラップなんですけど、こちらは、FRP モデルをねお選びいただいておりまして、で上面が、グロスのブラック、で側面から下にかけてはボディ色の、フェラーリの赤というね、まあ、こういう形でコーディネートをしております。でオーバーフェンダーこちらに関しても FRP モデルでして、ダクトの部分をねグロスブラックで塗り分けまして、あとはこの、フェラーリの赤というねこういう形でコーディネートをしております。
もうボディがね激変しますんで本当に楽しみです。はい、ではやっていきます。はい、M 様のアバルト695トリビュートフェラーリ、作業がすべて完了しました。どうですか皆さん、むちゃくちゃかっこいい、マッキナのボディスタイリングキットフル装備で、この専用のね、TE37 の顔メタ、この相性がねもう抜群だと思います。で、先ほどの動画で、作業前のね、つけるパーツ、まあ、すべてご紹介をさせていただいて、まあ、ボディキットとね、タイヤホイールだけだったんですけどね、実は細かいとこもいろいろ今回させていただいたんですよ。で、フロントからね、ちょっとご紹介をします。まず、ヘッドライトからいきましょう。これはね、こんちゃんが、ブラウンスモークに塗装をさせていただいて、まあ、かなり、ライトスモークですよね。当然ヘッドライトなのでかなりその暗くしていきますとね、光量が足りないとか、なってしまうのでね、ちょっとだけこうトーンを落としているような感じで引き締め効果を狙いました。で、純正のバンパーは、いつもねマッキナでさしてもらう、エンブレム左右のヒゲ部分をカットで、このメッシュ仕上げですね。で、エンブレムの、まあ、周りの枠、こちらはグロスブラックでコーディネートをしてます。で、これがね、前期型のフェイスを一気に引き締めるんですけど、300さんの、バンパーグリルっていうんですかね、このメッシュのパーツ。これはね、金属製、ステンレス製ですね。それですごくこう、いいと思います。フォグレス仕様になってすごいスッキリするんですよね。これが効果抜群ですね。で、横のサイドメッシュ、こちらもグロスブラック塗装でコーディネートしてまして、もうメッシュ部分は全部グロスブラックですね。で、その下に、マッキナのフロントスポイラー、こちらの FRP モデルで、ボディカラーの赤と上面グロスブラックというね、こういうツートンでコーディネートをさせていただいて、まあ、すごくこう引き締まった顔つきになったかなと思います。で、足元、こちらは、オーバーフェンダー用のマッキナ1000倍の TE37 17インチ、これは 8.5J のフェイス3になります。こう斜めから見た時にね、若干コンケーブしてる、これがフェイス3と言われる、顔つきになりますね。で、タイヤはミシュランのパイロットスポーツ5、こちらを組み合わせて、綺麗にセットさせてもらいました。で、このオーバーフェンダーとの面具合も完璧です。こんな感じでね、足元をコーディネートさせていただいてます。で、ワイパーのカウルトップとワイパーのアーム、こちらもね、すべてグロスブラック塗装をすることで非常にこう綺麗な、質感になってますね。ここはもう白ボケがね、やっぱりすごいんですよ。劣化してきますとね、紫外線の悪さでこうすごくこう白くね、なってくるんですけど、非常にこう綺麗に仕上がってるかと思いますね。で、サイドフラップ、こちらもね、フロントからつながるデザインになってまして、フロントサイドの立ち上げ、これが、前から始まるというね、こういう形のサイドフラップ、これも FRP モデルを上面ブラックの横が赤という、こういうコーディネートです。で、リアのオーバーフェンダーにつながるんですけどもね、こういう造形、こちらもこのダクト部分をグロスブラックで塗り分けてます。で、オーバーフェンダーのね、一番後ろ、リアバンパーにつく部分ね、後期型はね、またちょっとデザインが違うんですけど、前期型はこういうシンプルなデザインで綺麗にね、終わっていくというね、こういう形です。で、もう一つ、これはベレーノさんの、リアのね、もともとこれカーボンディフューザー、これを装着されてたんですけども、結構カーボンがね、劣化してましたんで、フロントサイドと同様、こちらもグロスブラック塗装で仕上げております。すごく綺麗に仕上がってますね。で、サイドビュー。こちらもかなり素敵なね、もうこの塊感というかね、すごくこう引き締まってまして、まあフェラーリらしい、カラーの配色になってますね。で、インテリア、こちらは1点だけ、
マッキナの方でねさせていただいたんですけども、 OMP の D シェイプのスウェードのハンドル、こちらの方ね、このステアリングを付けさせていただきました。で、トリビュートフェラーリ、こちらは MTA、マニュアルではなくて、ボタン式のね、セミオートマなんですけども、このパドル、これも純正ステアリングについてますね。あのプラスチックの、パドルがあるんですけど、これはね、まあ操作しますとちょっとグニャグニャっていう感じなんですけどね、今回この社外品ステアリングをつけるために、オレカさんの、金属製のねしっかりした、パドルシフトキット、こちらの方を装着しました。これにしますとね、もうタッチが激変しまして、あのカチッカチッとね、きっちりその、シフトアップができる、シフトアップダウンができるというね、まあそういう形になりましたんで、すごく操作が楽しいです。まあオートマモードではなくてね、マニュアルモードで積極的にパドルを使って運転したくなるっていうね、まあそういう形のステアリングシステムに生まれ変わりました。はい、こんな感じでね、もうトータルでものすごくこう、ほんと綺麗に、リフレッシュもしながらドレスアップもきっちりできたというね、M 様のトリビュートフェラーリになるんですけどね、この、イメチェンした仕様でね、春からのドライブをどんどん楽しんでください。はい、M 様、ご依頼の方ありがとうございました。また今後もよろしくお願いいたします。はい、どうも皆様お世話になっております、近藤でございます。いやー、この場にね現れるのは、すごく久しぶりという形ですけども、はい、今回はですね、ちょっと長期でねお預かりさせていただいてました Y 様の、シビックタイプ R FL5 になります。はい、今回はですね、ちょっとね水圧転写の、ご依頼で、ちょっとお預かりをしておりまして、ちょっとね、受注を受けたのが去年でして、かなり待っていただいて、ようやく施工となりましたのでね、で、まあ、完成しましたので、ちょっとご紹介をしていきたいと思います。はい、まずですね外装パーツからちょっと見ていきましょう。はい、まずはこのボンネットのダクト、はい、ここはね、カーボンタイプ2スモークで施工させていただきました。まあね、このマイン様のね、シビックタイプ R はこのすべてカーボンタイプ2スモークで施工させていただいております。はい、でずーっと行きまして、はい、サイドミラーですね、はい、ここ左右させていただきました。でずーっと後ろ行きまして、はい、こちらのね、リフレクターの、パネル、はい、まあまあね、バンパーダクトのところですよね、ここを、転写これでさせていただいてます。これももちろんね左右、はい、このような形です。で、次ね内装の方に行きましょう。はい、失礼します。よいしょ。はい、まずね、まあ水圧転写カスタムの定番ですね、はい、このパワーウィンドウスイッチ、はい、ここは、運転席、助手席、後部座席4箇所、はい、させていただいております。で、ここのねドアの内張りのパネル、はい、ここも、前後4箇所させていただいております。で、ちょっとね、暗くて見えにくいかもしれないんですけど、このメーターフード、はい、メーターフード周りですね。で、はい、こちらのシフトパネル、はい、こちらも施工させていただいております。で、この下のね、これ今ねちょっと見にくいですかね、スエード巻いてるんですけど、ここね、もともと通常の樹脂パーツなんですけども、ここをスエードで、はい、貼らせていただきました。はい、こんな感じですね。はい、で、はい、ありがとうございます。まあね、先ほど、ね、前のところで紹介しましたが、このね後ろの方も、はい、こういう感じで施工しております。はい、でですね、
これね、水圧洗車ではないんですけども、今回、はい、これ、リアのね、ハッチ開けまして、はい、ラゲッジマット。これね、ちょっと設定がなかったので、うちでね、特注で作らせていただきました。はい。ベースがね、黒のプレーンで、縁が赤という形ですね。はい、このお車ね、内装にもね、結構赤入ってますので、まあもちろんそれと合わせてということで、このように製作させていただきました。はい。よいしょ。はい。こんな感じですね。で、まあうちでね、水圧洗車をすべて施工させていただいて、まあ外装パーツねしていただいているので、これが全部まあ完成をしまして、つい先ほどね、ボディーコーティングの方からも帰ってきたところです。はい、でこの後、ご納車となります。はい、ちょっとねかなり長期間でねお預かりさせていただいたのでね、おそらくお前様乗りたくてうずうずしてるかと思いますが、ようやくねご納車となりますのでね、もう帰りからね、かなりドライブ楽しんでいただけたらと思います。はい、ではね今回ご依頼ありがとうございました。はい、こちらはいつも、三重県から、カスタムご依頼をねいただきます王様の GR86 になります。今回はご予約いただいてたのがこちら、マックス折り戸製のフロントリップスポイラーですね。こちらはもともとマットブラック塗装済みの商品でして、非常にまあ、小ぶりなねリップスポイラーになります。王様はね結構サーキットを、ガンガン走られておるので、小ぶりなね、ものをということでこちらをチョイスいただいております。はい、それでは早速つけていきます。はい、王様の GR86 フロントリップスポイラー装着完了です。はい、こちらのね、控えめな、デザインなんですけど、すごくね、雰囲気が良くなるスポイラーですよね。マックス折り戸製のフロントリップになりまして、マットブラック塗装という形でね、装着をしております。でここのフロントバンパーのガーニッシュのね樹脂パーツなんかとすごくこう合いまして、デザイン的にもそのつながり感もねすごいと思います。でこのフロントリップの一番後ろ側、ここにこの縦のね立ち上がりのパーツも付属でして、純正のクリップなんかをね使いまして、ともじめするので、まあすごくこう、確実にね、綺麗につくなという印象です。はい、こんな感じでね、またフロントのこうボリュームがね若干、増えましたんでね、より一層ね、スポーティーなスタイルになったかと思います。はい、こちらのスタイルでねまた走行会をどんどん楽しみましょう。王様いつも、三重県からねご来店の方ありがとうございます。また今後もよろしくお願いいたします。はい、こちらは、和歌山県から新規ご依頼いただきました S 様のスバルのフォレスターになります。今回ご予約いただいてたのがこちら、ゴツゴツ系のねタイヤホイール、それとキャリパーカバー、こちらの装着という形になります。まずお選びいただいたホイールがワークのエモーションの極み、こちらの17インチのマットブラック、これをベースに、東洋のオープンカントリーのホワイトレターですね、こちらのタイヤで、装着というねこういう形になります。オープンカントリーなんですけどね、今ホワイトレターの部分、ブルーの、コーティングがねかかってるんですけど、これをきっちり落として、装着となります。でキャリパーカバー、こちらはね、今すごく人気の、グレーですね、ソリッドグレー、こちらの方をお選びいただいてます。揚げ系のね、ワイルドなスタイルには非常に似合うんじゃないかと思いますね。はい、あの足元がね激変しますので楽しみです。はい、それでやっていきます。はい、フォレスターにキャリパーカバー装着完了です。このねおしゃれなグレー、こちらをね装着させていただきました。
で取り付けはねいつも言うんですけど非常にこう簡単で確実、下のこのステーがねついてるんですけどそれをキャリパーカバーの純正キャリパーのガイドに引っ掛けで上もね専用金具を引っ掛けてボルトナット止めというねこういう形です。こちらがリア、リアもね全く同じ構造で、確実にねガチッと装着できました。でこちらはね、金属製になりましてね非常にこの放熱効果もありで純正のキャリパー全体を隠しますのでブレーキダストが、ホイールの表面に、付着するのも若干防いでくれるというねこういう効果もあります。はい、それではホイールをつけて設置させて試運転となります。はい、S 様の、スバルフォレスター作業がすべて完了しました。はい、まずねこの非常にワイルドな足元、こちらが、ワークのエモーションの極みのね17インチのマットブラックでホワイトレターの東洋のオープンカントリーですね、こちらを装着することで足元はもう見違えますね。ほんとワイルドで、キャリパーカバーもね、このおしゃれなグレーをね、チョイスいただいたことで、非常にこう、綺麗にね、まとまってるかなというふうに思います。で、プラスアルファでね、ラッピングの方もご依頼をいただいておりまして、もともとメッキだったフロントグリル、ここら辺はすべてね、グロスブラックでラッピングをさせていただきました。で、フォグのカバーですね。このフォグ周り、ここもメッキだったんですけども、グロスブラックでラッピングすることで非常にこう引き締まった、フロントフェイスですね。になったかと思います。で、リアは、このエンブレム、左右のね、エンブレム、こちらもメッキだったんですけど、これはね、こんちゃんがブラウンスモークの塗装ですね。こうすることで非常にこうメッキが、トーンが落ちてね引き締まるという、まあ、こういう形になりました。まだね、まあ、ウィンドウモールだったり前後演武だったりのねここら辺のメッキは若干残しながら、全体的に引き締めたというね、メリハリのあるボディになったかなというふうに思います。はい、こんな感じでね、かなりイメージがね、変わりまして、今トレンドの、ワイルドなね、雰囲気になりましたので、春からのね、ドライブをどんどん楽しんでください。はい、S 様、和歌山県からのね、ご依頼ありがとうございます。また今後もよろしくお願いいたします。はい、今日の動画いかがだったでしょうか。また全国の皆様の、カスタムの参考になればいいなと思います。で、引き続きチャンネル登録、高評価もお願いします。お願いします。はい、でオープニングでもね言いました通り4月は、フィアットアバルトのメンテナンスフェアというのと、ホイールの合同フェアもね後半にしますので、はい、ぜひともまた皆さんよろしくお願いいたします。お願いします。はい、それでは次回の動画までさよなら。さよなら。